おつです。おつにじです。おはよう。食パンありがとう。みーれハートおむすびコロリンありがとうございます。お誕生日終わった、おめでとう。おめでとうございます。遅くなっちゃったけどおめでとう。楽しい一年になりますように。お茶ありがとうございます。お茶ありがとう。ハートありがとう。ミルクありがとうございます。嘘だよ。もうお茶ハートミルクありがとう。くまのパンありがとうございます。こんにちは。おつにじ、おむすびコロリンありがとう。おはよう。お茶ハートありがとうございます。うん、パンですね。いちごありがとう。いちごありがとうございます。いちご嬉しい。食パンありがとうございます。ミルクありがとう。ハートありがとうございます。おつりじです。お昼だけど。お茶ありがとう。食パンはずれなのこれ。おむすびコロリンありがとうございます。たくさん。おつにじ、お昼です。お昼ハートありがとうございます。あ、ありがとう。おにぎりたくさん、くまのおにぎりたくさんありがとうございます。嘘でありがとう。お茶ありがとうございます。みんなお昼食べた？お昼食べましたか？食パンありがとうございます。星ありがとう。今日も可愛い大好きありがとう。ありがとう。 X もみんな、なんか昨日のティーンズユニットのことに関しての X をみんなが載せてくれてるのを見て感動しました。ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございます。食パン、おむすびコロリンありがとう。え、昨日の制服ね、可愛かったでしょ。おむすびコロリンありがとう。ココミンは食べてないですね。今日もちょっと起きるのが遅くって。お昼何食べた？食べながら見てる。おつにじです。欲しい食パンありがとう。ぜひこの配信中に食べてください。誰もありがとう。そんなんかネクタイをね、ココハがなんか異常に結んでくれてて、なんかプロでしたよ。昼パンいいね。何パンかな。ありがとう。だるまバラありがとうございます。おむすびコロリンありがとう。ハートありがとう。こんにちは職員さん。リンゴいいね。え、リンゴいいね。ハートありがとうございます。ちょっとね、ダイエットしないとなんですよ最近。とうとうありがとう。卵ラーメンいいね。ありがとう。つぶあんありがとうございます。パンありがとうございます。スシローいいな。いいな。お寿司、お寿司食べたい。いや、ダイエットはねしないとなんですよ。ネクタイの話きた。面白。え、今日見ましたよ。お寿司商店街にジュリナさんがいましたよね。ありがとうございます。おむすびコロリン、かわいい。ありがとう。ありがとう食パン。なんかなんだっけ、あの名古屋の番組、ミルクありがとうございます。そのやつで見ました。出てて、かきれな温泉行きたいって言ってたね。なんか二人で話してたよ、ココハとかきれなと。温泉めちゃくちゃ行ってます。ありがとう食パン、おむすびコロリンありがとうございます。春休み最後、お茶ありがとう。そう、大徳さんのやつにジュリナさんが出てました。ハートありがとう。食パンありがとうございます。配信始まる予感がめっちゃした。本当にナイスです。百キラありがとう。マジでかきれな。
大須のおすすめ、ワッフルカーンは絶対に食べてほしくて、ワッフルカーンおすすめです、食べてくださいみんな、絶対に大須に行く予定があったら。ありがとうだるま、明日から JK です、 JK ライフ。ミルクありがとう、食パンありがとうございます、ピカピカありがとう。ワッフルカーン食べてほしい、大須のおすすめワッフルカーンを食べてほしいです、皆さんに。学校が始まりますね、早い。ワッフルカーンは食べてほしい。おつにじ、こんにちは。入学式ね、寝起きすきりが可愛い、ありがとうございます。まあもうすぐ JK ですね、やってきました、ありがとう。初の JK 投稿が始まります。やだね、緊張しますよ。ワッフル缶はボリュームがすごくてうちは食べきれないんですけど、誰かと行くといいかも。元気になるから本気にならなきゃ、ぜひ。ありがとう、じゃあミルクありがとうございます。昨日ぶりです、ココミン推しありがとうございます。オアシス21でもいたね、大徳さんありがとう、クマおにぎり。昨日そうゴンチャ飲んだんですよね、オアシス21に行って、楽しみですね。JK です、 JK こんにちは。握手会どんな会話したか、結構いろいろ話したよ、なんかいろんな握手したりとかもしたしとか、普通に公園の話とかもしたりとか、ショールームの話もしたりとか、もうめっちゃバラバラですよ。今日何食べたのとか、応援します、ありがとうございます、ありがとうミルク、アンダーおめでとう、ありがとうございます。それなコナンさ、なんかさ、かきれな時のうちはさ見てなかったんだけど、かきれながコナン見てて、で見たらなんかすごいオアシス21とか映ってて、そうですね、食べ物の話とか長野の話とか、こんにちは、いろんな話したよね。ココミン好きだよ、ガチャガチャ、コミングつなぎだけで消した、楽しかったよね。いちごいいな、いちご狩り、気分満点の可愛さですね、ありがとうございます。野菜炒めね、最近ハマってるよね、美味しそう。ミルクありがとう。そう、ネットフリックスで見てたか、綺麗な。そう、この前金曜ロードショーでスズメの戸締まりやってたんですけど、見ましたか。こんにちは、ありがとう、むすびコロリン。いちごがリーナ、友達と、そう、スズメの戸締まりがやってたんですけど、めちゃくちゃ面白くて、映画館で見てたんですけどね、何回か4本見たらしい、マジか、ありがとうミルク。おつにじ、なんかちょっと話難しいよね、君の名はとかもそうだけど、話がちょっとね、考えないとわからない話が多くて、君の名はと天気の子見たことあるよ、でも一番好きなのは君の名はです、あれはめちゃくちゃ面白かった。椅子くんね、椅子かわいいよね。天気の子はあんまり見た記憶がないんだけど、おつにじ、コナンね、うちアニメ見たことなくて、
そう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 、なんとか監督さんの作品ですね。ハートありがとう。岐阜なんだ。君の名泣けるよね。こんにちは。泣けるよね。それしか見てない。あ、新海、ま、うん、そう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 、新海さんの。長野県出身なんだ、新海さん。やばいな。なんかちょっとそれは聞いたことあったけど、記憶から消されてました、その記憶は。ありがとうございます、おむすび熊野、おむすびありがとうございます。おつにじです。マブですね、マブ。サマーウォーズもそうだね。2ヶ月になりました、ありがとうございます。2ヶ月記念日です。あのね、ジブリはあの千と千尋の DVD はなんかありますね。野沢菜美味しすぎたでしょ、やばくないですか。あの長野県の食べ物美味しいです、本当に。おつにじ、嘘でありがとうございます、本当に美味しいです。長野の一番の有名人、誰だ。なんか名前が分からない方が多いんですよね。顔は分かるけどみたいな。サマーウォーズ見たことないんですよ。野沢菜パン美味しそう。嬉しい、ぜひ野沢菜をたくさん食べてください、瓶で。ダダ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 、耳を澄ませばね。お茶ありがとうございます、かわいい、ありがとう。むすびコロリンありがとう。長野といったらここみ、すごいね、長野わさび。私がなります、有名人に。はじめまして、昨日ね、全然もう昨日疲れちゃって、帰ってきたらもう爆睡でした。昨日は配信終わってご飯食べた後に爆睡してて、もう通知にも気づかずに寝ちゃってました。食パンありがとうございます。何の夢見た？うちの夢、ありがとう。食パンミルクありがとうございます。そう、寝ちゃってたんですよ昨日。可愛いです、ありがとう。お茶ありがとうございます。応援してる、ありがとう。もう松本駅、ミルクありがとうございます。お茶ありがとうございます。ありがとう、牛乳飲みますよ、全部受け取って。こんにちは。寝たら本当に起こされるまで起きないぐらい寝ちゃいますね。自分が勝手に自然に目が覚める時もあるけど。そうなんですよ、昨日ちょっと見れてなくて。野沢菜美味しいよね。長野可愛い選手権本当に出たいな。長野のミスコンとかないかな。おむすびコロリンありがとう。最大何時間、意外と少ないかも。13とかじゃない、13時間とかかな。こんにちは、ここみにもガチハマってしまった、ありがとう。嬉しい、長野出身ですね。 SK 初の長野なので頑張りたいです。長い13って。ありがとう、星ありがとう。ミスコンいいよね。ありがとう、ハート食パンありがとうございます。なんか JK ミスコンとか受けてみたいなって思ってたんですよ、高校生になったら。ありがとう、クマおにぎり。そう思ってたんですよ。でも
嬉しいことにスケイに受かってびっくりですね。こんにちは。そう、高校生になったら JK ミスコンがあるので受けたいなって思ってたら、そう、 JK ミスコンとかさ、あれだよね、めっちゃ流行った時期あったよね、あれ JK ミスコン。こんにちは。なんか JC ミスコンを受けようと思ってる時期があったんですよ。間違いなし。カタン、ありがとう。ココミンしかカタン、ありがとう。ミルクグランプリしか、ありがとう。10に当たった。ドキドキだ。いつどこだろうね席。お茶ありがとうございます。春休み終わったらね、難しくなっちゃうかもしれない。毎日配信が途切れちゃうかもしれないけど、配信できるときは配信したいと思うので、ぜひ来てください。ミルクありがとう。なんか JK ミスコンとかってさ、あれじゃん、男女あるじゃん、すごいよね。男女のミスコンがあったりして。おつにじです。コミンの配信ペースでいいよ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。そうね、あんずさんとかも出てたし、流行ったんですよ絶対に。あれなんかうちのお姉ちゃんも受けたいって話してた時があって。いないっしょ、ありがとう、ありがとうございます。おつにじありがとう。配信でも食パンありがとうございます。こんにちは。最近さ、夜に配信できてないんですよ。そう、多分今日もできないかもしれないけど、わからないんですけど、うん、そう、日本一かわいい中学生とか日本一かわいい高校生みたいな。そうなんだ、ミスコン長いんだ。おつにじ気をつけてね、心配だから、ありがとうございます。嬉しい。伊藤は結構いますよね。そう、明日からもう昼間配信ができなくて。ありがとうございます。食パン、あ、いちごありがとう。いちごありがとうございます。パンのいちご、そう、配信したいときはしたくて。で、毎日配信もね、なんか途切れるのが悲しくて、悲しいんですけどね、ずっと。あ、梅干しありがとうございます。ありがとう梅干し、国派の好きな梅干し。そう、でもこの昼間配信とかも春休みじゃないとできなかったことなので、楽しかったです。JK で優勝、ありがとう。むすびコロリン、生き物の中で一番可愛い、ありがとうございます。面白い、家計の中で超絶ハイ早朝配信か、すごいよね。ココミンが好きなおにぎりの具、エビマヨ。昼間配信も可愛い、ありがとうございます。今日はすっぴんです。昨日との差があります、顔の。ありがとう食パン、ありがとうございます。パン熊の朝ごはんはご飯派です。え、エビマヨマジで美味しいよね、わかるでしょ気持ち。エビマヨやばい。さすがにじちゃんナイス、ありがとう。エビマヨいいよね。もんでもかわいさ5533スピンでも濃いね、ありがとうございます。おつにじ、イブメの美味しさはガチだよね、わかるよ。
エビマヨはマジでやばいよね。ツナマヨも美味しい。昨日はツナマヨのおにぎりを食べましたね。エビチリに美味しいけどね、エビチリもやばいくらい。エビが好きなんだよね。え、中華料理食べたい。パンにココミン、ハンサン、ハサム。こんにちは。こんにちは。エビライク。エビラブぐらい好きですね。ラブなぐらい。マヨは、でもなんか悩む。マヨに、なんか、サラダのドレッシングにマヨネーズとかは絶対かけないんだよね。美味しそう、サンマのつみれ汁。美味しそう、めっちゃ。天むす食べたことないんだよね。そう、長野海がないんですよ。で、なんか最近びっくりしたことが、愛知県って海があるじゃん。で、お寿司屋さんに行ったのね。愛知に来てから初めてぐらいね。なんかそしたらめっちゃ美味しくて、なんか新鮮な味がするわけ、お寿司がね。なんかネタも大きくて、なんか本当になんて言うんだろう、ザ魚みたいな味がするわけ。あの愛知県のやつが。なんか長野県ってもう海ないじゃん。だからなんかさ、そのさ、あれじゃん、輸送みたいなまでの時間があるわけじゃん、届くまでの。なんかそれがあるから、なんかちょっと新鮮さがちょっと落ちちゃってんのかなって思って。もちろんね、長野のやつもめちゃくちゃ美味しくて、長野にいる時に行くじゃん、お寿司屋さんに。やばい、めっちゃお寿司美味しいみたいな感じで食べてたんだけど、なんか愛知に来てからなんか新鮮さを感じて、そう、お寿司に。そうです、エビラブ。ありがとう、ミルク。親子丼美味しそう、いいな、食べたい。本当に笑顔多くてアクションもいっぱいで充実感。そうですね、充実してます。配信が充実してますね。17日連続ぐらいできてて、うん。野菜はやっぱり長野は美味しいですね。骨食べますよ、骨。おつにじ、そう、めっちゃ美味しそう、美味しそうでしたよ。なんかそのめっちゃちゃんとしたお寿司屋さんとかってあるじゃん、高い。一個のネタがさ、これ一つのだけでなんか600円とかするやつとか、どんだけ美味しいんだろうって思って。ありがとう、お弁当。エビ美味しいよね。ありがとうございます、だるま。 SK48 の歌詞出てきた名物で何食べた、ん、何かな。シロノワールとか、シロノワールとか、手羽先、ひつまぶしは食べてない。手羽先、きしめん、ひつまぶし、オクラとスパス、あ、スガキ屋食べましたね。北海道いいな。お姉ちゃんがめちゃくちゃ貝が好きで、もう魚介の中だと一番が貝ってくらい貝が好きなんですけど、もう川魚とかめっちゃ美味しすぎてやばいんですよ。川魚やばい、美味しすぎてやばい。なんなら川魚が一番好きかもってぐらい川魚が美味しすぎて。お蕎麦美味しいね。嘘だよ、ありがとうございます。骨も食べます。なんか麺玉あるじゃん、お魚の麺玉とかも食べてて、でなんか麺玉をさ食べたら頭が良くなるよみたいなこと言われてたんですよ、ちっちゃい頃から。だからなんかずっと麺玉食べてて、別に麺玉が普通に美味しくて美味しいなって思いながら食べてたんですけど、麺玉食べたら頭が良くなるっていうのも言われて食べてました。甘エビ美味しいよね。いいことだね、ありがとうございます。
指靴サンドね。ありがとう音符。やばいね2500円。手羽先むずい食べるの。うん、明太も美味しいよね。マグロの目玉は栄養があるんだ。え、なんか昨日は発表の後は岡本さんとすれ違って、で、あ、おにぎりありがとう、梅干しありがとうございます、ありがとうございます。岡本さんとすれ違って昨日ね、で、そうです、すれ違ったんですよ。でその時に次 K2 あるよねって言われて、ではいって言って、あ、よろしくねって話してくれました、話しかけてくれました。ありがとう食パン、ぜひ目玉を食べてください。そう K2 の方ですね、そう声をかけてくれました、嬉しいって思って。可愛かったですし、とても。東京出身なんだ、おつにじ、そう声をかけてくれました。一人でツナマヨのおにぎりを食べてるところに。改めてすごいな、ありがとうございます。目玉を一緒に食べてくれそうなメンバー、ミヤビームとかは多分って言いながら食べてくれそう。うん、ツナマヨでした、優しかったです、おつにじ、とても。え、麺玉も普通に美味しいんですよ、食感もなんか独特の味がして。こんにちは、ダンダン、今日コミに怒られる夢だったから、おそろそろ入ったら、え、なんで怒られたの、え、唇、目玉嫌がりそうな12期、え、ココハとかこっちゃんとか、もうココハこっちゃんとかかきれなとかは、え、なんかもう本当にめっちゃ嫌がりそう。誰もありがとうございます、ギョッとする。え、大きい魚の目玉どうなんだろうね。改めてクソモニだったワンザイミーナスとね、それな思った、あれやばいから。ダンダンダン、ぜひ栄の劇場に待ってますよ。今制服の目公演を研究生がやってるので、ねえ、えらい、ありがとう、ハートありがとうございます。いきなり楽しいしかもう認めないって言われて、え、マジか、マジか、って感じだね、ありがとうハート、って感じだね、本当にその夢は。ししゃも美味しい、やばい、ししゃもやばい、ココミン好物、え、何かな、え、最近食べたいのはでもローストビーフ丼が食べたくて、ガチ楽しい、ありがとう。なんかローストビーフ丼ヤマトっていうお店があるんですけど、あのそこのローストビーフが本当に美味しくて食べたいんです。
ありがとう、おつにじこんにちは。え、タモシについて夢だった、やば。うちちょっと心の中でタモシについて思ってるから、それがみんなの夢にまで飛んでっちゃってんのかな。ローストビーフ丼。夏休み、え、待ってるよ、公園。そのまま出た感じがする こんだけ魚に引っ張ってからのローストビーフ ローストビーフ美味しい。なんかあんまりそこのローストビーフ丼ヤマトのところってあんまりわからないんですけど、あんまり食べたことがないんですけど、すごい美味しかった記憶があって、ずっと記憶に残ってるんですよね。おつにじ、え、そう、なんかモールですごい見るんですよ、ローストビーフね。ゆわにゃんからあのサブウェイでいろいろ言われます。なんかサブウェイで何食べたらいいって言うと、え、絶対これは絶対これがいいみたいなのを言ってくれます。タモシは何人まで？3か2ですね。こんにちは。え、なくなっちゃったんだ。世の中のローストビーフなんか売り切れる。ローストビーフな、え、美味しいよね。あと、ありがとう、おむすびありがとうございます。え、美味しいよね。まあそりゃ1が、タモシは普通の、普通に考えたらタモシは1です。照り焼きか、本当に普通は1ですけどね、タモシっていう言葉は。この前の公演、ここみ公演大きかったですね。ありがとうございます、言ってくれた方。ありがとうございます、ここみんコールをしてくれた方。単に推しが多いですね皆さん。ウイロテンムスミソニコミ楽しい。おつにじ、ありがとう、にじ、虹ありがとう、三つありがとうございます。虹さんありがとう。まあ、タモシは普通はね。鶴屋懐かしい。五は多い、五は多い。こんにちは。推しは多くないです、ガチタモシですからね。じゃあギリタン推し、まあね、まあね、タモシって思い込んどけばタモシになると思います。まあね、タモシがいいってわけでもないんですよ、うちは全然。推しは推したい時に推した方がいいと思うので、はいはいはい。牛丼食べたいよね、なんか本当に食べたいよね。ローストビーフが食べたいんです。スタバデビューおめでとう、かわいい。スタバデビュー、スタバデビューいいな。スタバデビューいいな、おめでとうですね。まあその子の前ではタモシでいたらいいと思いますその子の前では僕はココミンしか見てないからって言っとけばいいと思います。でもたまにある人のショールームに行って、その子に対しても、僕は〇〇ちゃんタモシだから、〇〇ちゃんしか見てないからって言ってるのをその子が見たとしたら、事件が起こります。お茶ありがとう、ありがとう、ミルク。サンダルとスウェットやばいね、でもそのぐらいになるよね。ハートありがとうございます、星ありがとう。お、
虹枠ありがとう。音符ミルクありがとうございます。ミルクありがとう。岩虹ココサラビーム、はい、名探偵事件が起きますよ。それはそれが起きたら事件があって、ちょっととてもあれですね、怖い事件が起きます。まあ実際そういうことがあったんですけど、はい、ありがとう。でもね、押せるときに押すのが一番なので。またありがとうございます。おむすびコロリンありがとう。お茶ありがとう。おにぎり、おにぎり派です。実はびっくり、チェック魔ですよ。すごくいろんなみんなを監視してます、常に。ありがとうミルク。実際だったら傷つきますけど、あの乗り越えてます。ありがとうございます。おむすび誰ももありがとう。たくさん青のお茶ありがとうございます。もして反省、押さずに後悔。おつにじ、おにぎり水筒に入れない派です。ミルクありがとう。なんかお弁当食べたいよね。なんかさ、お弁当ってよくない？ママが作ったお弁当とかさ、めっちゃ好きだったんだよね、お弁当が。誠心誠意で推してるつもりです。ありがとうございます。伝わってます。こんにちは。ここも優しい、本当に。卵焼きはめちゃくちゃ甘い派です。もう砂糖をこのぐらい入れるくらい甘い派です。応援してくれる気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。探偵は大事です。おにぎりの好きな具はエビマヨです。まあ実際このぐらいかな、多分このぐらいの砂糖を入れてます。甘い卵焼きで進めますね。砂糖焼き、え、待って、あれ食べたいな、砂糖のさ飴作るやつ。盛りすぎトーク反省したのくさ、コミはメンバーに怒ったり怒られたり。へえ、しないかも。こんにちは。地元の。にじちゃん怒るときありますね。自分に怒りますね。ならん、乗り越えたここみ偉い。エビマヨツナマヨ美味しいよね。やっぱり多分あのマヨネーズが美味しいんだよね。ソースで食べるお弁当に入ってたもがきは甘くないけど食べれます。なんかそれも好きなんだけど、あのやっぱり甘いのが好き。お母さんが甘いの好きなんですよ。だからお母さんと大須に行った時とかもワッフル缶を一つ食べちゃう、ハーフ、あのちっちゃいバージョン、半分に切ってあるバージョンをあるんだけど、ワッフル缶このぐらい大きいんだけど一つね、でもこのぐらいにしてあるやつがあるんだけどね、それママこれ一つ食べきれちゃうんだけど、うちは無理なんだけど、うちがこのぐらいちょっと残したとするやん、そしたらそれも食べてくれるぐらい甘いのが好きらしいママは。エビフライは何もかけない派です。うちはママすごいよね。何さ、普通になんか痩せててさ、全然痩せてるよ、多分うちより痩せてるんだよねママ。うちより身長もちっちゃいからあれだけど痩せてるんですよ。なんかうちが片手でママの子供をあの蹴飛ばすっていうか投げれるくらいママ軽くて、
内側軽くももの肩をこうやって押しただけでももは転ぶんですよ。そのくらい軽いです。ムスではありがとう、ありがとう。にじにじ押し。目玉焼きは醤油です。醤油でも胡椒も美味しい。マジで軽い、やばいよ。なんか内側軽くママどいてみたいなこと言ってパッてやったら転ぶぐらいだからびっくりするんだよね。でもなんかたまに話すのが、今ここになんかうちのことを襲う人が来て、なんか本当にあの勝負とかしてんだよママと。手をなんかその手押し相撲とかしてるんだけど絶対ママが負けるのいつも。だからなんか心配になって、もしここに今うちのことをなんか連れ去ろうとする悪い人が来たとしたらママは助けれるみたいな質問をしたのこの前ママにね。意味わかる？なんか一緒にこうやって二人でご飯食べてる時に、なんかその悪い人が来てうちのことを連れ去る人が来たらどうするっていう話をしてて、なんかそういう時が来たらママは強くなるから大丈夫だよって言われて、ちょっと心配ですね。でもなんかこの前はその再現までしてて、一緒になんかよくママあのロングスカート履いてる時があっ あって夏ぐらいにロングスカート履いてる時があったんですけど、その時にあのロングスカートで戦うっていうのを二人で考えてて、だからロングスカートをなんていうのこうヒラヒラさせて相手のその視界までロングスカートをなんていうのヒラヒラさせたらちょっと邪魔じゃんロングスカートなんて。もしその人がナイフを持ったとしてもわからないじゃん、ロングスカートが目の前でさヒラヒラしてたらさどこに刺せばいいのかわからなくなるわけじゃん。だからそのロングスカート技をこの前身につけて、そのロングスカートでちょっと気を紛らわすっていうのをやりました。やばくない？めっちゃ面白いじゃんこれ。それも思いやりました。なんかよく例えばこういうの持ってね、これがナイフだと思って戦ってみようみたいなことをやる時もあったし、めっちゃ面白かった。そママが連れ去られる可能性があるんですよ、こんなに軽いから。ハートありがとうございます。ロングスカートで戦うのやばいよね、マジで面白かった。星ありがとうございます。やばいよねマジでやばい、面白すぎて。ママに教えんはあの全然お願いします。ありがとう結び、めっちゃ面白かったよ。ありがとうレインボースターたくさんありがとうございます。もう中までなんかいろいろ言ったからね、これがナイフだとしたら、あれリップが消えた、なんかこれがナイフだとしたらどうするみたいなこと言ったらママがここをこうやって掴むみたいなこと言ってたの。でもさここさナイフだからさこうやって持ったら手がここの手が切れちゃうわけじゃん。だからこの相手の手首を持ってこう投げる、相手の手首をそうなんていうの自分のところに刺さらないようにこうやって押さえるのがいいんだよみたいなこと言ったの違うママに。で、あそうなんだみたいなこと言って、じゃあもう一回やるねみたいなこと言って謎のなんか実践もしたし、その後にはいじゃあやるねみたいなこと言って、ちょっと意味わからないんですけど、それも身代わりありがとう、優しい、面白くない？うち全然軽くなくて強いんですよ。お茶ありがとう、ママがよあの弱すぎるだけなんだけど、お茶ありがとうございますね。もう次何かあった時には多分ママは戦えると思います。特訓してるのでたくさん星ありがとうございます。強いでしょ。こんにちはありがとう。でも勉強しないとね、本当に弱くてなんか腕相撲とか全部負けるし。ピカピカありがとう。でも甘いのめっちゃ好きなんですよねママ。すごいよね。ママ筋トレなんかよくしてます、いろんなの。わからないなんかいろいろしてる。なんかしてますね、なんか体のスタイルを保つ方法みたいな、ストレッチを、ストレッチ筋トレかしてます。星ありがとう。
ゴミンのことが好きだからじゃあ内側守ります、内側守ります。星ありがとう、ありがとう結び、お茶ありがとうございます。そのままねやってますよ。赤服好きですよ、腕立てできますよ。はしゃりハートありがとうございます、ハートありがとう、ミルクありがとうございます。ママ面白すぎてやばいです。ちょっと食パンありがとうございます、ありがとう食パン。お酢にし腹筋できますよ、にじママやばいでしょ、ママやばいよね、マジで面白くてやばいんだよね。おそわない、ママ公園見に来たりしてたよ、この前もなんかいましたね。これ大会って映像流れた未完全でマジはずい。ありがとうおむすびコロリン、またママ筋肉はあるんだよね、弱いけど。星ありがとうございます、今起きた、おはよう、ハートありがとうございます。なんか遅く起きると頭痛くなったりしない？ママ元バレー部だった気がする。こんにちは、ママは何か本当に悪い人が来たら本当に強くなるらしくて、本当にやばいくらいあの力が強くなるから大丈夫って言ってます。本当に何かあったら、ママ筋肉ある、え腹筋割れてるかも、なんか割れてるかも、わからないけどなんか割れてるっていうか、なんかめっちゃ筋肉がある印象があった。ありがとうレインボースター、うちマジで力強いよ、やばいくらい、マジでやばいよ。なんか力強くて嫌って言われることがあるくらい、ママに隣歩いてると、なんか歩くときにさ腕を振ったりするじゃん、ちょっとそのパッて当たるくらいでもなんか痛くて嫌だって言われるくらい力が強いらしい。筋肉ね、バレー部、え身長高くない、全然あの152とかじゃない、156とかか、ママ確かにママね力蓄えてんのかもしれない、もしかしたら今ずっと。ココミンしかありがとう、ね、ママはねどのみんなのママもそうです、みんなのママも今配信に見てるみんなのママも強くなると思います、何かあったら。ただありがとう、それがママですね。にじにじとお姉さんどっちが強い、うちです。手押し相撲はめっちゃ頑張ってます、コグハが肩くる、えね思った、それ全然だよ、愛の力はすごいです。お弁当ありがとう、力蓄えてるんですね多分今、みんなのママもそうですよ、みんなのママもありがとう、食パン、えありがとう、ココミのためなら頑張れる、ありがとうございます。こんにちは、確かにマジスカごっこで叩かれてた、高見の役と取られてたのに今は、えそうですね、まあ、多分マジスカでマジスカごっこで鍛えられたと思います、この強さは今。そうだね、身長が高くて何気に意外と劇場公演入った方にもココミンの身長が高くてびっくりしたって言われます。ありがとう、虹好きだよ、ありがとうございます。だるま、マジスカごっこですね、マジスカごっこが流行ってたんですよ、お姉ちゃんとの間で。こんにちは初見さん、今158、9ぐらいです、こんにちは、から意外と身長が高いって言われます、ありがとう、あのおむすびコロリ、
流行ったよねマジスクが、すごい、あなんかもうすごいぐらい流行ったよねあれ。プッチョとかさめっちゃ遊べてたよ、うちプッチョ。ありがとうございます星。うちまだヒートデック着てんだよね、やばくない？ありがとうお茶。え、そうね、 AKB のさされてたよね再現。おつにじありがとうございます。おむすびコロリン、え、プッチョ懐くない？もうプッチョめっちゃ集めてて、ね、おつにじマジで出る。なんか最近公演が終わってさ、お疲れ様とか言ってさすれ違う時にさ、もうなんか同期のみんながおつにじって言ってくるしさ、だからうちもおつにじって返しちゃう。うつにみんながさおつにじっていうのにさ言ってくるからさ、同期とすれ違う時さおつにじって言っちゃうもん、お疲れじゃなくて。わかる？なんかさすれ違ったりするの、劇場の裏とかで公演終わった後に、その時におつにじって言っちゃうからさ、でもそしたらみんな普通におつにじって返してくるから、ちょっとおつにじがやばいです、ハマりすぎて。半袖短パンマジで今日全然ヒートテックなんだけど。ココハとドスコイ 165?168 とかあるんじゃない？応援してるありがとうございます。コアラのマーチね、ココミがあったら買ってたけどね。おつにじね、学校ではね全然もうお疲れだったよ、さようならだったね。学校はバイバイとか。おつにじは SK になってからですね。え、なんでなんかたまにさ、たまにショールームでうちのことをさおつにじってさ言う方がいてめっちゃ面白いんだよね。なんかおつにじは今日は何食べたのとか、おつにじっていううちのことをおつにじっていう方がいるんですけど、めっちゃ面白くて、なんかいてもにじにじとかなんだよ。にじにじ今日は何食べたのとかなのに、おつにじ今日は何食べたのとか、おつにじ、おつにじは何の食べ物が好きなのとか、めっちゃ面白くて可愛い。ありがとうございます。おつにじ、おつにじ呼びやばくない？おつにじの好きな食べ物はとか。おつにじさん面白いよね。ハートありがとう、ハートありがとうございます。おつなんとかって使うんだよね。だってさ、あのさつきちもおつきちとか、にじおつの好きな食べ物、なんかさつきちもおつきちとかおはきちとか言うらしいの。だからなんとかおつなんとかはみんな使うんだよ多分。おつれなとかさ、おはれなとかも言えるじゃん、かきれなだとね。ありがとう職番。え、おつなんとかってどういうんだろうね。おつにじ、おつきちとか、おつれな、おつはなとかも言えるじゃん、おつさらとか。ありがとうおむすびコロリン、おはビーム、星書き、おはにじだよ、おはにじ。ありがとうミルク、おはにじですよ、おはにじ。こんにじっていう方もいるし、ボンジュールやばいよね。もうドスコイボンジュールって何事って感じだもん。当たり、ありがとう星、ありがとう当たりのありがとうございます。当たり、おにぎり、おつにじいいよね。キュンキュンラブリー、糸にじ、糸にじもいいね。あたり、あたにじ、おめでとう、あたにじです。これこっちゃんがドスコイちゃんって言われるの、え、もうめっちゃドスコイとか言われてます。ドスボン、にじビーム、はじめまして、こんにちは。やばいよね。
ボンジュールってさ本当に面白くない？もうどこからさ、みなみそはココの名前のどこからさ、あのドスコイボンジュールが出てきたんだろうね。もうさ、京香さんのハッピーキョッピーはさ、キョッピーっていうニックネームがあるじゃん、京香さんには。こっちゃんってさ、恋しか入ってないの。しかもさ、その漢字の恋じゃん、その恋っていう文字しか入ってなくて、ドスコイボンジュールってさ、めっちゃすごくない？ねえ、サツキチとかね、サツキチって可愛いよね。ニジニジニーハオ、やばいよね、ドスコイボンジュールって。ドスコイボンジュール面白いね。ドスボン、昨日オーガさんと話してましたよ、ドスコイボンジュールは。ありがとう食パン。ドスコイボンジュールさんは昨日あれでしたよ、オーガさんと話して嬉しそうに話してました。ドスコイボンジュール、ありがとう。そう、もう略されたら恋もなくなっちゃって、もうドスボンっていう、やばいね、面白すぎて。で、集合写真も二人でハート作って、ドスボンは幸せだったと思います昨日。うん、ヨコニャンさんとかもそうだね。だからなんかめっちゃ覚えるときに最初難しくて、あのフルネームとニックネームが全然一致しないじゃん。もうドスボンとかもそうだしさ、でももうドスボンに関してはニックネームじゃないんだけど、なんかこっちゃんだったけどさ、もうドスボンじゃん今。そういうのとかも覚えるのが最初難しかった、ニックネームと名前をとか。ありがとうございますミルク、お花見ね行けましたよ軽く。でも雨降ってきちゃって途中で帰りました。でハート作ってたね、ドスボンですね。ハート作りましょう。あ、45番だったんだ、いいね。ありがとうお弁当みなみさん、ここドスボンです。ドンさんとかそうだね、マカロニね。結構こっちゃんって呼び名多くない？ドスコイとも呼ばれてるしさ、ドスボンの人もいると思うしさ、普通にコイコイの人もいると思うしさ、コイコイ、あとこっちゃん、ココちゃん、結構いるよね。あ、コイコイも結構聞くな、コイコイって呼んでる人も。ココミンで言うといいな、今そうだよね、いいな、いいな、可愛いけどね、めっちゃ。おつにじ星ありがとうございますね。イベント写真ハート作ってたよね、言ってることも可愛い、ありがとうございます。初見さん星ありがとう。ありがとう。え、こいこいってさあれだよね、こっちゃんのあれだよね。おしゃ、ありがとうございます。ココが空いてる面が多いからにじちゃんしか見てないね、ありがとう。結構ココが多いんですよ昨日、あのあれこの前か、衣装さんと着替えてる時にも話してて、ココって名前が多いみたいな話をしてて、12期にめっちゃ面白かった。あ、そう、ゆうねさんとも話したんだよこの前、あのなんか12期ここなんとかが多いよねみたいな話をしてて、11期生の先輩と、ゆうねさんかな、でなんかココちゃんはゆうねさんはなんかドスコイとか言われてるよねみたいな話をしてて、こっちゃんって呼ぶみたいなこと言ってて、なんかココハってココって感じがしないみたいな話をしてて、ココが多いけど12期はココハってなんかココがついてる感じがしないみたいな話をしてて、え、どういうことみたいな感じで話してて、みんなでココって感じがしないんだよなココハはみたいなことをゆうねさんが言ってて、めっちゃ面白くて、
ココミンはもうめっちゃココミンって感じみたいなことを話しました。ハートありがとうございます。面白かった。うちはこっちゃんって呼ぶね。ハートありがとうございます。みんなこっちゃんな気がする。ハートありがとうございます。お茶ありがとう。ハートありがとうございます。そう、ココミンはめっちゃもうココミンって感じみたいな話して、ココハはなんかもうめっちゃココハみたいな感じみたいな話をしてました。前髪ね伸びてきましたよ。でもえ、虹の字かわいいよね。ここそこがもう家ではこっちゃん呼びらしいです。え、そうだ、ココミって呼ぶ人がいないんですよ。ココミって呼ぶ人が一人いるんですけど、それがカキレナなんですけど、カキレナはココミって呼んでくる。ミン、ミンとかじゃなくてですね、ココミっていう。お茶ありがとうございます。え、ココミさんみたいな感じで普通にココミ呼び、カキレナは。伊藤感ないよね、うち。わかる。ココミさん、ココミはなんでなんて今で言われてた。え、ココミかココ、ココとも呼ばれてたかな。ココも何気にいたから、でもココミが多かったかな。でもココって呼ばれてたよ。可愛いよね名前ね。配信のコメントはさ、ココミちゃんっていう人もいるし、ココミンって呼ぶ方もいるし、ニジニジって方もいるし、食べに行くときに書く名前で伊藤にしたら、え、嬉しい。なんかよくいる苗字です、あれだよね、うちのやつ結構いるくない、これ、あのあれ、あの推しメンのさ、苗字にして書いてる方とか結構見るよね。そう、ミキさんも伊藤なんですよ。伊藤ユニフォーム、伊藤虹。え、すごいよね、同じ誕生日なのが。本当にすごいと思う。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。にじにじも嬉しいよ。こんにちは、誰もありがとうございます。ココミンってかわいいよね。ありがとうございます。だるまファイト、ありがとう。ラブレターありがとうございます。お疲れ、ありがとう。伊藤やね、それ、お茶は。伊藤ね、学校にもめっちゃいたから、もう伊藤は常に見かけます。ハートありがとうございます。フォローしましてありがとうございます。こんにちは。おすにじ。伊藤は多いよね。田中とかも多いし、山田とか。こんにちは。伊藤園見るよね。伊藤がいない学校ないと思う。ココミは可愛いが、アンズさんが呼んだニジちゃん、ニジちゃんもいいよね。お茶ありがとうございます。え、伊藤ココミって漢字で書けるんですよ。感じじゃない、数字100110553で伊藤ここみ。ありがとう、熊のパン。伊藤はマジでいます。マジで伊藤出会ったことない。伊藤はマジでいる。え、すごい、12月8日すごいね。伊藤ひるぶみ
そう、西井さんとか。伊藤こみありがとう、うちわに。林さんとかもね、ミレさんね。奥のココハ。スマホのロック画面番号に。いや、うちね、それ。うちです、それ。文字で表すと虹で分かりやすいの。え、だよね、分かる。それはマジで思う。なんかうちわとかに虹の絵文字つけてる方もいるし、めっちゃ分かりやすいです。え、結構ねやってました、それ。なんか変えることが多くて、なんかさ LINE のやつにさ、かつけれるやつあるじゃん、ロックの。それとかも結構変えてました。うちは七色です。伊藤こみさんです。おつねじ14時。私は、え、なんだ、昔ここみという名前は親御さんの愛情を感じるね。ね、めっちゃ考えてくれたっぽいです。可愛いよね、感じも。壇上を読みますよ。あ、フォローありがとうございます。壇上を読みますよ。読み壇上です。13位、無の方ありがとうございます。12位はたこ焼きの方ありがとうございます。11位は白衣起きた理科の先生ですか、ありがとうございます。10位は猫の鈴をつけた方ありがとうございます。9位は猫のマカロンを抱いた方ありがとうございます。8位はタピオカの方ありがとうございます。7位はペンギンありがとうございます。6位は岡本さんの浮き輪を持った方ありがとうございます。5位はポチャッコありがとうございます。4位は全力支援猫の方ありがとうございます。3位は歌舞伎の方ありがとうございます。2位は石塚さんのアバターの方ありがとうございます。1位は土偶の方ありがとうございます。土偶の方ありがなすです。音符ありがとうございます。ありがとうココミン、わーい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。拍手。6画面ここ見つかっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミルクありがとうございます。大津二時二時です。ありがとうございました。また会いましょう。配信ありがとうでした。今日もかよくてありがとう。12日待ってるよ。バイバーイ。激川ありがとう。またね。ありがとう、見てくれて。バイバーイ。